人を勝手に参謀にするんじゃない、この覇王。ゲーム世界に放り込まれたオタクの苦労。文章だと各キャラクターに色をつけないと読み手が識別しにくいから変な名前にしたり、レモンとかオレンみたいなコードネームをつけるとか、一人称を私としたりとか工夫を凝らします。このコミカライズもそういった工夫を凝らして主人公の一人称を私としているのが、コミックだと浮いてしまいます。多分原作が女性作家だと思われるので、女性ならではの丁寧なシナリオ運びとメスならではの気恥ずかしさを与える感じが感慨深い。主人公の女は一人称が私なんだけど、これって小説とか、とりわけラノベだと今誰が喋っているのか？を視覚的にわかりやすくするために一部の小説家とかラノベ作家が、あえてするやり方なんだけど、コミカライズで映像で見せられるとこの私って部分がすっぽいノイズになって、いちいち引っかかるせいでシナリオを読むリズムを止められるのぜ。これはもう自分が小説として完結させるのか、コミカライズ、アニメ化を視野に入れて作品を作るのか？って部分でどうするか決めておいた方がいい設定だと思うけど、おまんじゅう的にはこれしちゃうとコミカライズした時に違和感でまくりだからデメリットになっちゃうんじゃないかな？って思います。シナリオはナロー系の中では上質なんだとおまんじゅうたちは思うんだけど、この部分がネックで多分アニメ化いかないんじゃないかな？って思うのぜ。男女の友情は存在するって表現だったり、男性キャラが透明で見た目じゃなくて内包するオスっぽさがなくてみんな妙にこぎれいで、人族のメスが人族のオスのここが嫌いって部分の不快感が一切ないのぜ。その辺のヒーローの作りが少女漫画っぽいんだよね。シナリオはナロー系では上位に入る面白さで、絵柄も綺麗だし人族のメスが主に読む本として面白いし、ユーモ物語の世界を楽しめる。お前そのカップリングや悲劇イベントはないわ、といったファンを怒らせるようなサブシナリオに介入して、ファンが求めるベストカップリングさせようという話が面白かったのぜ。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録。